はい、どうも皆さんこんにちは、おきなです。今回もツイッター X の方に不届きな DM キッズがメッセージを送ってきていました。おきなさんこんにちは。僕は47都道府県のどれかに住んでいる癒し系中学生です。そりゃそうだろう。最近学校で乳首に角のような毛が生えているのでいじられています。角でも強いことを言ってやりたいので、どうかしさみで強いことを証明してください、お願いしますと言ったわけで、何やらですね、乳首から角が生えているね DM キッズがいてバカにされてるらしいんですよね。はい、そんなわけで今回はしさみをねリーダーにした最強パーティーを考えてきたんで使っていこうかなと思います。で、このしさみなんですけれども、マジでクソ弱い。前回取り上げた EX タオパイパイと同等ぐらいのレベルですね。はい、メインアビリティもこんな感じですし、 Z アビリティは1捨て上げ、ユニークアビリティもね1ページの半分にも満たない、どうしようもないねしさみくんなんですけれども、特殊アーツがですね、自身の手札の射撃アーツカードを全て破棄して打撃アーツカードをドローする、こういう能力があるので、打撃1枚持ってたらね、このベジットブルー、はい、ベジットブルーのね、ユニークアビリティによって、はい、打撃アーツヒット時に、打撃アーツをね、また2回持ってこれるっていう効果があるんで、まあ、特殊アーツとね、合わせて、なんかベジットブルーで殴りまくってやろうっていうようなコンセプトのパーティーとなっています。そんなわけで、今回は、しさみリーダーのね、髪の毛パーティーで遊んでみようかなと思います。ま、もしかしたらね、1000万分の1の確率で、このキャラクターがね、アタッカーとして活躍する時が来るかもしれないんで、今回も全開アビリティをね、しっかりと乗っけて、はい、絶対ベジットにね、全開アビリ乗っけた方が強いんだけど、まあ、そこを無視してね、しさみに頑張ってもらおうと思います。はい、これで行きましょう。はい、よろしくお願いします。おっと、相手が極振り合体ですね。お、ガチパじゃん、これ。ちょ、しさみ、ベジットブルーコンボの恐ろしさ見せてやろうかなと思います。ウイス初手で、まあ、経由とか入れつつね、しっかりとしさみで打撃圧ドローして、ベジットブルーに殴ってもらう。はい。ま、なんか、いい感じに言ってるけど、めちゃくちゃ弱いですね。はい、よろしくお願いします。ガチ行くで。神射撃。そのまま行きます。オッケー。さあ、ここでしさみが、活躍しませんでした。雑魚すぎお前、特化無効ぐらい持っとけ。おお、今の続き絶対勝ってたろ。俺の方がすげえよ。いや、こいつアーマーありそうな見た目してるんだけどさ、ないんだよね。アーマーぐらいやったらね、ちょっと活躍できるのに。さあ入る。ちょ、お前気力、気力がやばい。作反応します。来た、特殊パンチで時間稼ごう。いや、コンか、射撃で。うん、まあ一回使わす。さあ必殺は持ってないか。あ、マキャン遅れたかも。うー、怖いね。2連回避、いやー、回避読み入れてくるか、しゃあないな。ドロ速ダウン入れまして、ちょ待って、120カウントいってまうとゴジブルがドロ速2段階になるんで、もうそうなったら手つけられない。その間に1体落としたい。いや、受けてくんのか。反応します。オッケー、人格なしなんはよくわかりましたね。いや、これ引いてこん。さあ射撃で打撃の、これは活躍してる、これはマジで活躍してる。ナイスナイスや、今のはあいつにしかできねえぞマジで。ゴジブルの覇気入ってるんでね、これはマジで活躍だわ。もうそういうことにしてお願い。もう今のは頑張ったでしょしさみ、マジで今のは頑張った思うよ。おい、ここ、いや、もう回避回避とかしなくていいってマジで。青変えてこい、青。シサミにライジング打ちたくねえだろ。シサミにライジング打ちたくないっしょ、相手。なんで打ってこないです。オッケー。はい、雷剣性要因。不滅ね。実質不滅っす、こいつ。さあ、味方回復入れて。止めるしかねえな。いやー、どうする？神大キャン。いっちゃうよ。よし！で、特殊パンチで。お前なんでそこ封印すんの、やばすぎマジで。いやー、厳しいっすね。神地射撃。もう、しさみいらんから。見て。お抑えてくるか。時間稼ぎます、これ。遠距離かよ、遠距離、遠距離。即。いや、もう回避回避ばっかね。オッケー。回避回避の使い手か。わかったわかった。そういう感じね。オッケー。いけいけいけ、これ耐える、耐えるだろ、耐えてくれ、もう頼む、もうお願い。おぶな、クイックって今、うちょ、今のあかんのか。いや、アーツいけないよな。もう見られた、終わった、マジでもうやだ、めちゃくちゃじゃんこんなん。耐える、もうお前やれ、やったれ、
マジぶっ倒す。うわー、ライジングかぶせていく。はい、ゴジブルに勝てます。もうこれ僕の勝ちみたいなもんで、お、必殺技かっこ悪い。僕の勝ちみたいなもんでしょこれ。もう頑張ったらマジで。はい、落とします。ちょ、じゃあこっから切り返し見せるわ。はい、タックル来るよね。ドキドローなんだよ。メインでプロモーションしていきます。おら。ちょ、粘ってるか。ちょっとやれるだけやってみるわ。あとして、いや、もうそこ回避なんか。あー、もう無理だって。でもあれ飛んでくるわ、もう無理だ。はい、ちゃんとした劇場版と当たりました。あー、もう無理だ、もうクソ負けてる今日も。みんなにエイトポイント配っちゃってる。こんなに弱い。どうすれば活躍させてあげられるのか、どうやれば勝てるのかわからないです。頑張っていきます。よろしくお願いします。対戦よろしく。もうマジ一生使わへんからな、こんな特殊破棄されたし、しかも返してほしい。返して、タックルで勝ってみて。玉消化しよう、とりあえず。玉消化がクソ大事だわこれ。あ、もう待ってー、そこは打っちゃうか、あっちゃうか。痛い。アッパカットはこっちで受けて。そう、ベジブルが初回にね、特殊アーツ持ってこれるのも、まあちょっと強いんだけど、このパーティー特殊弱いんだよね、全員。すぐ行きます。オッケー。まあ、とりあえず、一回使わそう。二冊やめて。タックル見ながら下がって、打とう。お、そうそう、うまい。あ、ちょ、待って。まあ、止めれへんタイミングだったらごめん。マジで。いやー、また、まあいいわ。HP がまだ、大丈夫。大丈夫なところで止まってる。圧消化したいんだけど。やキャン。そのまま行きます。いやー。撃っちゃうわ。甘い、突っ込んでこい。止めて。特殊さっき使ってたよね。ちょ、ラグーって何が起こってるんか。え、待って、これライっていいぞ。ナイスオッケー。切ってくる、必殺。オッケー、危ねえ。今ちょっと唾液選ぼうか迷ったけど、危ねえ、ラッキー。よしよし、で、一体持ってった。めちゃくちゃ通りいいぞ。ちょ、切れんといて。もうなんで切れんの、もう。ちょ、そこで切んの。いや、もうこれさ、シサミのおかげでいいよな。切断させたってことでいいよね。もうこれ、勝ちでいいでしょ、さすがに。もう、こんなうまいこと言ってる試合に限って切れるんだもん、もう。無理だって。負けなかったな。強すぎやろ。もう相手パーティーが強すぎるって。カント2だらけの合体戦士か。ゴテンクスみたいな耐久キャラがね、一番きつかったりするんだよね。なんでまあ、ライジングをゴジータブルーあたりに直当てして、もうあとは属性よりでベジブルボコボコにして、もうなんとかするみたいな。そんな感じじゃないときついっすね。シサミが色通ってねえよ、ほんで。もう邪念ばっ来てくれよ。オッケー、そういう感じで、ね、そういうタイプなの分かったのはでかいよ。さあ、一旦必殺で弾消化して、もう弾をとりあえずさっさと貯めること、これがクソ大事。肉ゲージね。ユニゲもどうやって消化させようかな。跳ねたって、もう最悪や。もうちょ、待って、ちょ、こっちのワンコンと重みがちゃうんやって。すげるじゃん。で、バニーバーいつ使ってくるんや、これ。もうこれもう車内で撃ちます。4時から切って、オッケー、ナイス。とりあえずワンコンね。ゴテンクス来るだろこれ。よし。さあ、打撃が一枚残ってるんで、ここは使わせることができる。ナイス。ベジブルはちょっと強い、やっぱ。ベジブルは強い。ナイス。お前は外れ覚醒だなんてもう言わない。ずらします。オッケー。さあ、テンポは悪くないですよ。非常に悪くない。外します。もうご、いや、そこのメインはやりすぎ。ザッ、よし。見たか。で、シサミパイセンのメインアビリティで、コストダウン、つないで、お前もうこれで活躍ってことでええやろ。いや、究極の山受けるわ。耐えろよ、さすがに。強すぎ、もう合体戦士おかしい。よし。いや、変えてくんのか、これ。シェイキンしとこう。いや、もうしゃあない。もうこれはしゃあないよ。もうだって合体、お祈りくんのが一番きついんだもん。いや、フィース早々に落ちた。マジで終わってる。やばすぎ。
け。特殊って、いやーカードハキマジやってんなこれ。127ね。いやこれもう中距離行っていい、めっちゃ行きたいんやけど。ここアマキャン、オッケー、アマキャンというか打撃キャン、打撃これでメイン切っていけへんか、これ表と裏いけへん、これ持ってってマジで持ってったら 10% ぐらいで勝てると思う。頑張れ、ナイスナイス、ルシブルやっぱ最強だお前で変えますやん最速。ちょ、たま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 、お前弾持ってこいで来た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 、いけシサミライジング、お前さもうライジング長すぎてマジで、もうやだな、もうやんまりや出す。いやもうこれ読むしかねえよ、読むよ、気合で読む。特殊打ったでしょ、ちょ、繋がらんよな、繋がらんよな、繋がらんよな、メイン切ってるよ。ちょ、長すぎ長すぎ長すぎ、ちょ待って、ほんまにやめて、お願い必殺、オッケーオッケー、いやオッケーじゃねえ、いやこれ必殺だわ、絶対持ってるわ、絶対やる、これ必殺だわ。特殊は切ってるよ、ほら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 撃つわ、よしある、マジある、これ出してくれ。ただこれ時間稼げます、ナイスナイス、いけるいける、マジで大金まだ持ってこれる、ナイス、メジブル強い、ナイス活躍やお前ライウト、ちょっと待って、大金相手も必殺押してこい、共鳴や、よしよしよし、マジ勝つマジ勝つ、で50秒メイン切ってるでしょ、50秒メイン切ってる、で2対1一応仕掛けられる、あるあるある、もうライアミとか知ら、ライアミとか知ら、どうでもいい、回避回避ずらしてるか、ただバリ使わしたよ、うぇ、よっしゃ入った、オッケー、オープンねーマジで、うぅはい、ということで、今回はシサミ入りのね、髪の毛パーティーを使って、まあ、ライジング呼んだとはいえ、貫突だらけのね、合体戦士に勝てたのはちょっと褒めてほしいな。いや、ほんまに怖かった。いや、こいつマジでクソ弱いんで、いくら乳首に角生えてたとしても、これはね、使わない方がいいね。はい、もうシサミは弱いです。弱いとも、辞任してください。そんなわけで、これからも DM のね、キッズたちをたくさん救っていくんで、要望答えていくんでね、ご連絡お待ちしております。お疲れ様でした。